代から生まれた一冊の本にはまだ書かれていない恋という一文字。ちょうどさっきこの話題が出たので、乙女どもよは乙女どもよのレコーディングどうだったかな。めくると息が詰まり溺れた。ハリーの道楽さん、スプリンガーありがとう。今日も理不尽に打ちのめされた。潔癖だった、知りたくなかった。この苦しさの正体とか、だけど傷ついて読むことをやめない。綺麗じゃいられない。君を知るページ荒ぶれ乙女たち、抗え乙女たち、痛みを知ってゆけ、しおりはいらない。あと一人だ、やった。すごい、マジでいくんじゃん。何をすればいいの、あれもしなきゃダメなの、やだよ無理だよ。順序という正義に悩み、今日も異性に振り回されてる。それでもきっと誰かを愛して、次のページをめくる。決して悪ではない、変化を恐れない。過去に笑われても中指立てろ。胸張れ乙女たち、戦え乙女たち、涙ばかりじゃない、ハートは温かい。ねえ、ぜひ達成したいです。よしみさん、すごい、待って、ビビる、やばい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 。読み進めればまた違う痛み、慣れないけれど楽しめそう。今日も乙女たちは恋に落ちてゆく。すれ違いをしたり見つめ合えたり、今はまだ知らない、出会ってすらいない、誰かと結ばれる明日があるかも。だから傷ついても読むことをやめない。綺麗じゃいられない。恋を知るページ荒ぶれ乙女たち、抗え乙女どもよでした。スプリンガーが100人